第3試合株式会社佐藤プレゼンツ6人タッグマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー187ポンドバイセンタガイン。ありがとうね。体重5キログラム、にゃんこーキッチャー。さあ、いつものように紙テープが猫じゃらし状態になっています。これリングが綺麗になるからいいんですよね。そうですね、素早いです。体重ないっしょバンクーバーキャット。そしてキャットさんです。キャットも最近動きが良、ね、くなってきて、まあ、練習してますからね。身長測定譜の体重50キロぐらい九州プロレスカバイジーちゃん。さあ、ガバイジーちゃんです。菊太郎。そして菊太郎、太郎青ですね。コスチューム、ね、結構いっぱい持ってるんですね。さあ、この試合は気をつけなければいけないのはバンクバキャット選手ですよね。そうですね、はい、この中ではこう一点ですからね、はい、こう一点。女性が一人です。女性が何人かいるとターゲットも何人か分散するんですけどね。のセクハラ攻撃に気をつけなければいけません。菊太郎は相撲のトレーニングしてます。ガバイジーちゃん選手はご高齢のため杖の使用が特別に認められております。あと最近はガバイジーちゃんもセクハラしますからね、はい、そうですね。ガバイジーちゃん選手はまあ、ご高齢のため杖の使用が特別に許可されております、はいはい、杖が体の一部という。この服部健太選手、あと、まあ、にゃんこキッド選手の戦いも楽しみですし、まあ、バンクーバーキャットともね、服部選手がどう戦うか、はい、非常に楽しみですね。バイセン選手はあの花鳥風月という団体に出たりしてますんでね。あ、そこでも試合をしてるんですね、はい、先発はバイセン互いと服部健太であります。まあ、線は細いですけどね、あのレスリング出身者なんで。なるほど、はい、結構あの基礎ができていて、なかなか有望な選手ですよ。さあ、手打つからの力比べ。これはバイセンターが肉があるか。そうですね、切り返していく。動きが機敏でいいですね、はい、うん、ポーズですね。そうですね、まあ、服部君のあれでしょうね。なるほど、イメージなんでしょうね、はい、忍者のイメージ、忍者のイメージ。さあ、そして覆面マニアのアイドルですね。そうですね、もういいですね。ニャンコキットはもうほぼ覆面マニアでしか、うん、最近見れないですね。さあ、この対戦も非常に興味深い。なかなかないです。猫じゃらしに見えるんでしょうか。これはなかなかペースつかめないですよ。そうですね、これ
しでないですからね、はい、これが精一杯ですからね、うん、あんまり真似はしない方がいいと思いますね、はい、ただ杖持ってますからね、杖のさばきがうまいんです。危ない、打点の高いドロップキックを見せる、いいですね、ジャンプ力がありますね、そうですね、猫だけに、猫だけに、うん、次また女性の猫が出てきましたが、はい、これは気をつけなきゃいけないですよね、うん、キタロウが変われと言っていますが聞こえないふりしてますね。これセクハラですね。あーっと、もう始まっているのか。どうなんでしょうかね。ちょっと今井レフリーも、はい、レフリーが今チェックしてますけども、ちょっと踊れてましたね今ね、はい、ああいう使い方もあるんですね。そうですね、うん、攻撃ではなかったような気がします。力比べか、今のはちょっと明らかに攻撃ではないですね、はい、爪の使い方がうまい、要注意です。これバック、バックに回ろうとしてますね、はい、これは完全にこれレフリーチェックした方がいいです、はい、お、これもうまい、セクハラですね。ここで菊太郎が入ってきた。これはうまい。これは違いますよね。おかしなことになっています。さあどうする、バンクバキャット耐えれるか、からん、おーっと、これ股間にわざとなすりつけましたね、はい、力の差があるとこういう逆攻撃ですね。これはさあキットさんが、おっと危ない危ない、また抱きつかれた、これ入れ具も入った方がいいですよ、はい、これは私の制裁を加えます。これはいけません。あっと今度はおじいちゃんだ、これも良くないですね、これも蹴った方がいいですよね。じいちゃんが本当に最近こういった行為をするようになりました。そうですね、はい、ちょっとこれでまた似たような人が増えたらやばいです ねまたおじいちゃんのペースに合わせています。全員ホール2で返します。さあこの辺りから、あれあれ、さあおっとヘッドロックが連結していきます。試合が流れそうな感じがしたんですけどね、はい、これは新しい、全員を倒しておじいちゃんが乗る、杖を使って全員をホールに行きました、うん、すごい使い方が巧みです、
そうですね、らしくなってきたでしょうか。この2人の絡みも非常に新鮮ですね。服部健太とバンクーバーキャット、面白いですね。猫のかきむしりだ。そして互い対戦、互いですね、ハードですね。マスクはタイガをひっくり返して互いになっています。これはカウント2、蹴りは強烈ですからね。背中を思いっきり蹴り上げていきました。服部健太に照準を絞りましたか、青コーナー。そうですね。おっと、これも強烈です。これも強烈。入ろうとしてます。そうですね、はい、どうなっているのか、どうしたいのか意味不明ですね、これは、はい、戻りました。ポキットが猫パンチですね、はい、強烈な猫パンチ、はい、服部選手も切り返してほしいですね。そうですね、一人捕まっています、うん、ここで切り返すか。ああ、いいんじゃないですか、今のは蹴りが顎に入りました、はい、逃がしません、うん、ハイキック、今のいいですよ、後頭部これは効いたか、はい、入ってますね。これは服部選手のキック太郎に変わりたかったんですが、じいちゃんが入ってきました。おっと、真剣白羽取り失敗。足を引っ掛けて、おっと、喉に超攻撃、これはきつい。ゲートボール攻撃ですね。おっと、いった、痛そうな音がしました。これ今度は何があるんですか。トップですね、トップロープ上がりますね。トップロープに上がるか、落とされますよ。にゃんこキットが捕まった。そして杖を使ってのロープ歩き、大体いつも落とされるんですよね、はい、大丈夫ですかね。この辺りまでは来るんですが、うん、大丈夫ですかね。取られました。また股間を打ちつける。さあ、ここで畳みかけるか。ここからですね、ひょっとしたらこれはおじいちゃん加速するかもわかんないですよ。足が入るか、どこで入るか。ここで入った。ドロップキック、逃げに打点がありますね。そうですね、うん、フィニッシュ宣言から、これ腰気をつけた方がいいですよ。またやってしまった。フェイスバスター、これはあのニャンコキット選手がいつも使う技ですね。今度は対戦互いとキック太郎。ストーカー式ジョップだ。ロープをずーっとついてくるんですね。嫌ですね。ストーカー式チョップ。チョップが線、体重ありますからね、2人とも。
迫力あります。はい、今グーが入りましたね。グーパンチですね。今ちょっと一瞬止まりましたけど、レフリーも一瞬目をそらした瞬間ですね。持ち上げてエリス落とし、いいですね。カットに入る。いつものやつですね。菊太郎劇場の始まりです。覆面マニア新規場お集まりの皆様、本日は30回目の大会、たくさんのご来場いただきまして誠にありがとうございます。てなところで第3試合、縁も竹縄ですが、お別れの時間近づいてまいりました。最後はこの技でお別れしたいと思います。それでは皆さん、さよなら。プレンバスター。そして最後のこのオチです。キャットも服部選手投げましたね。はい、連続攻撃。これは強烈です。さあ一気に来るか、トップロープ。ニャンコキットのミサイルキック、これ決まりますよ。持ち上げて落としていく。菊太郎見てましたね。じいちゃんをロープに振る。カット切る。ダブルのラリアート、力強かったですよ。またしてもスイッチが入ったガバイじいちゃん。服部がバンクーバーキャットを固めている。押さえてますね。さあ分断された、うん、これは両コーナーからですかね。ダブルでいくか。珍しい。ダブルで飛んでいった。決まった。14分50秒勝者菊太郎。これはすごい。